なぜアフリカで飢餓が起きるのでしょうか要因は一つだけではありません様々です様々だからこそ解決が難しいのですここで一つ押さえておきたいのはアフリカで食料が生産できないわけではありません生産できますアフリカの北部では広大な砂漠が広がりますしかしアフリカの中央部南部は多くの森林地帯があり大草原があります 雨が降るということです。雨が降れば作物は育ちます。食料が生産できます。では、なぜ飢餓が起きるのでしょうか。アメリカ、カナダ、オーストラリアなどは、地平線にまで広がる広大な農地を有します。そして特にアメリカは、化学肥料による大量生産ができます。安い穀物を大量に生産することができるのです。 世界市場に出しても安価でこれがアフリカ市場を牛耳っているのですアフリカの人件費は安いですだから安く穀物を生産できますそれでもアメリカ産の穀物の方が安いのですこうしてアフリカの農家は安価なアメリカ産の穀物に負け減少していったのですアフリカの食料自給率がない病院ですアフリカの農家は成り立たなくなり 仕事を失い都市部に行き都市部の貧困層になっていきましたアフリカの飢餓の一員として穀物が生産できないからではありません安価なアメリカ産に負けアフリカの農家が収入を得る手段を失ったからですアフリカに比べればこれまでの日本はまだ頑張った方です日本はアメリカの小麦に関税をかけ押しとどめてきました もし関税をかけていなかったら、日本の米農家は崩壊し、アフリカの二の舞になっていたかもしれません。最も,も日本は産業があるので、他に雇用があるので。アフリカほどにはなっていないと思いますが、食料自給力は完全に失います。日本が頑張っていたのはこれまでです。今後は見通しが暗いです。アメリカの圧力に負け、関税がなくなったら、どうなるのでしょうか。 アメリカ産の小麦がが安安価価で大量にに入ってきき、まますすパンななどに価格破壊が起き相当安くなります例えばパン1個30円私はパン食の時はパン3個なので90円でお腹いっぱいになります100円玉1枚あればいいのです小食の人ならパン1個で30円1日3食90円100円玉1枚あればいいのです これが本当にいい世の中なのでしょうかもしそうなったら食費はとても助かりますしかし米農家は消え去り食料自給力はなくなりますその時アメリカが小麦の価格を上げたらどうなるのでしょうか買うしかありません日本にはその時食料自給力がもはやないので選択の余地はないのですいいねでアメリカから買うしかありませんアコギな商売でやられます しかしまだ売ってくれるだけましです。売ってくれなくなったらどうするんでしょうかどうしますかどうしますかどうしますか